はい、皆さんこんにちは。シンゴリアンチャンネルへようこそ。シンゴリです。はい、今日はこちら、じゃじゃん。さあ、種まきの時期です。またシードストックさんで種を購入しました。買ったのはね、こちらアガベオテロイ。さあね、凝りもせず、またシードストックさんで20パック、20粒。さあね、今度はちゃんとオテロイになってくれると嬉しいんですけど、ロットは2023年のもの。まあさすがにね、まあ、こんだけ騒がれててもうピーコッキーはないでしょうっていう、そういうわけでオテロイ20粒また巻いていきます。でもってこちらアデニウム。さあね、今年はアデニウムを巻きます。アラビカムの PNW ペットナロン、わからない。なんと読むかがわからない。これ読み方ほんと書いてほしいですけど、アデニウムも、もう種類がめちゃくちゃあるので、このね、アラビカムの次に来る名前っていろいろありすぎて、なんだかよくわからなくなってます。多分どうでしょう、これ、PNW。ほんとこれなんて読むかわからないんですけど、地名かなっていう感じですね。町かなんか、都市とか、地名の名前じゃないのかなと思います。まあ、ただ横に水平状に広がってくアデニウムらしいです。まあ、たまたまシードストックさんにある在庫の中で、まあ、これがいいかなと思って選びました。はい。でもってこちらは、ユーフォルビア、ギラウミニアナ。5粒買いました。5と言って6個入れてくれるところが優しいですね。さあね、ギラウミニアナ、これも巻いていきます。今年の大本命。さあ、これ発芽してくれるかどうかドキドキですね。うまくいってくれればいいんですけど、まあ前回ベルクリカリアパキプスが全滅したので、まあそれよりは発芽率高そうだとは思います。こんな感じの種なんですね。発芽に必要な温度は25度以上。まあそろそろいいかなと思って巻きます。はい、もう一つこれおまけでもらった種です。10粒あるんですけど、なんて読むんですかね、ブルビネアビシニカ、なんか花らしいです。花の種、なんかアフリカかどっかの花の種なんですけど、まあね、正直あんまりこういうの、もっとアガベとかね、多肉系とか開根系入れて欲しかったですけど、まあ、ただでくれるものなので文句は言えないですね。と、まあこんな感じ。アデニウム40、オテロイが20、ギラウミニアナが5。本当はね、ギラウミニアナもう少し欲しかったんですけど、ちょっともうお試しってことで5つにしときました。あと、まあこの謎の花の種、金額はこんな感じでした。さあ、今年もね、このベンレートとメネデール使ってやっていきます。さあね、今回はまあ変な植え方せずに、こういう
種植え用のなんかこういう小分けしたやつ買いました。まあこれで芽が出たら早めに植え替えて、もうね今年のこの夏でどれだけ大きくできるかと、まあその辺の勝負ですね。はい、まあそんな感じでね、また種植えますっていう動画でした。さあ全部うまくいけばいいです。それでは皆さん、今日もありがとうございました。いずれまた。